最後はこちら、ゾボイズ大好きな日本食は。韓国の11人組ボーイズグループゾボイズがジャパンミニアルバムを携え、およそ3年ぶりに来日しました。久しぶりの日本では名刺を渡し会のイベントが行われ、およそ6000人のファンと交流。見てくれてありがとうございます。またお会いましょう。わっちゃん、日本のファンとの交流で感じたことをメンバーに聞いてみました。우선일본에있는팬분들을정말오랜만에만나게돼서진짜진심으로기분이너무좋았고요에너지많이받고가는것같고정말사랑을많이전달해주셔서많은힘을받고가고また日本でとても楽しみにしていることがあるという彼ら。스키야키 일정마지막날에스키야키를먹을예정이거든요정말많이기대하고있습니다스키야키스키됐어요さらに今年の秋、日本で行われるライブへの意気込みを話してくれました。와서더위분들이제오래기다렸으니까콘서트때멋있는모습으로찾아뵙겠습니다저희가이번에일본팬분들을더신나고에너지를많이드릴수있게저희가많이노력할테니까요신나게놀아주셨으면좋겠습니다